私の家での小さな幸せは白い甘い丸い落花生いいです。よろしく。癒しのグランピングです。ぐるぐるもんじゃ、美味しいです。やめられない夜のアイスということで、次の方はスです。スイッチを押すと見られるラグビーの試合。最近はいろいろなヘアアレンジを自分でこう挑戦してみることにハマっています。自分の体重を使った筋トレです。いきますよ。冷凍庫のコオロギを食べるでした。ルックスのいいワンちゃんと戯れるにします。ルッコラのサラダ、よろしく。ダラダラとスープを煮込んでいる。それというのも体重が増えたので、今後は野菜中心で生きていく。6。私はクッションファンで電話で家族と話すです。もしもーし。もしもーし。好きな海を好きなだけ食べる。あー、もうお腹いっぱい。もう腹いっぱいかよ。一個しか食わねえのか。ルナ、エレクトル・ルナというドラゴンズの助っ人外国人の選手で、13年から、スピードワゴンの井戸田さんのルナの名を受けて仲間のまで返したいと思います。まさかハマってしまったジグソーパズルです。ルームウェアで過ごすまったり抹茶ラテです。テジナの練習です。チャラララララ。うちで作るキュウリのぬか漬けです。ここにキュウリが3本ほど使っております。もう次ここで、あ、王さんだ。けれどファミスタで、お、いっていっていった。けれどファミスタで二塁打打でお願いします。次の人いけ、やばいやば。だいぶ距離を取ってゲーム対決です。アジの開き。辛い時もいつも一緒のサボテンです。あ、だった、やばい。うんだったら終わっちゃうのか。サボテンじゃなくて、え、でもサボテンだもんな。辛い時もいつも一緒のサボテンたちです。2個いるから。チューイングガムを上手に膨らますです。こんな感じです。スキンケアをしながらストレッチをする。お尻のストレッチと前もものストレッチ、皆さんもやってみてください。チョコレートを食べた後すぐ罪悪感を消すダイエット。和田っ子です。三村から始まった、お家で小さな幸せしりとり、私も参戦したいと思います。カッキーがトで終わったので、私はですね、とにかく DVD を見る。用意してあるのがすごいでしょ。とにかく DVD を見る。まあこういう時ですから、自分の歌ってる DVD を見て、いろいろ反省するところもあるし、自画自賛するところもあります。皆さんでいろんな楽しみ方を味わってください。それでこれではね、聞いて、指名制ではないんですけど、
三村から始まってサマーズなのに大竹が入ってないっておかしいんじゃないですか。三村がやって大竹がやってない、ここだけ指名です。大竹やれ。ル、ルッコから10個を、食べる、砂糖漬けのさくらんぼだけが入った瓶詰め、めね、これは伊集院光はやってるんでしょうかね。伊集院やんなね。伊集院光です。サマーズの大竹さんからバトンをいただきました、僕のお家での小さな幸せ、目、毎日はダックスフントを食う。